3時になりましたラジオを聴きの皆さんこんにちはお昼のひと時いかがお過ごしでしょうか FMM タングーチョキパスタジオから生放送でお届けしておりますグーチョキパ子育て応援団の慶子先生です本日も4時までのんびりお付き合いください今日はですね素敵なゲストもここに来てもらってますよ、えー オープニングやビルディングブロックスのキジムナーの子守唄です。 改めましてこんにちはグーーョキパーの子先生です今日はオープニング最後までお届けできないんですけれども実はですね、えー、今日グーチョキパーにたくさんのお客様が来ていますので、えー、インターネットでご覧の方は、えー、もしかするとこんな大勢さんどうしたんだろうと思ってると思いますが、えー、どうぞ最後まであのごゆっくり お付き合いいくださいね、えー、グーチョキパーのこの番組では昔懐かしい童謡やわらべ歌アニメソングなど子どもたちの歌を中心にお届けしておりますけれども、えー、もしかするとお昼寝が終わっておやつをしながら聴いているご家庭もあるんでしょうねお天気がいいのでねドライブをしながら聴いている方々もいらっしゃいますか それと、今日は読谷村では保育まつりが行われておりますので、ね、文化センターのところ保,保育まつりの会場で聞いていらっしゃる方もいますかねきょうは読谷、ね、村の、えー、PTA 連合会主催の、えー、童話お話大会意見発表大会に出場した各学校の代表の皆さんをゲストにお招きしております。 今日はそれぞれの、えー、と予定とかいろいろございましたので予備、えー、の。 おお友達がこのののスタジオに来ておりますのでねあのご紹介もしたいと思いますが、えー、もしも皆さんラジオを聴いていて途中で、えー、メールなど送りたいなという方がおりましたらどうぞあのメールもお受けしておりますがもしかするとメールあのお受けできない可能性もありますのでその時はごめんなさいね。今日4名のの方々にしっかりとねあの お話、意見発表をこのスタジオでやってもらいたいなと思ってます。えっ、ー、と第2のコーナーから、えー、入っていきますが、今日はじゃあスタジオのえっ、ー、と皆さんの、えー、声を素敵な声を聞きながら。 ご紹介したいと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますね今日は何の日とかですねいつもの稽古先生のコーナーは今日はお休みにしたいなと思いますそれでは4時までのんびりお付き合いくださいそれではスタジオに今日5名の方が来てますよどんな方が来てるのか皆さん聞いてくださいね皆さんこんにちはこんにちは <laughs> ほらね素敵な声だったでしょう、それでは今日はです、ね、お話したいかどうはお話お話したいかに出てくださるお友達が4名とそれとね、ねなんとなんとあの有名な劇団たんぽぽの神尾さんこれは座長さんとおっしゃらないで今、なんとおっしゃってますか。上尾さん 神保でで結構いいです、ね、<laughs> 劇団たんぽぽを主催なさっていらっしゃる神保、えー、さんがですね沖縄県の子どもたちのこんな童話お話大会のお話あのどんなお話をするのか聞いてみたいわということでもうプロの方なんですけれども皆さんのお話を聞きたいということで一緒に、ね、あのこちらの方にあの来ていただいておりますので、えー、それでは皆さん、えー、自己紹介をお願いしたいと思います。 それではこちらライトさんからどうぞ。学校名と学年と名前と。んはい、こんにちはライトさん。こんにちは中曽根ライトです。豊田南小学校1年です。1> はい、1年生ですね。あの今ドキドキしながらマイクに向かっていると思いますね。はいでは次の方どうぞ。はいどうぞ。自己紹介ね。 こんにちは、宮津トリートです。古芸小学校の四年です。四年生ですね。年生ですはい、はい、どうぞ。こんにちは、寺沢いぶきです。木良小学校六年生です。はい、寺沢いぶきさんですね。はい、そして。こんにちは、米原彩花です。読谷中学校三年生です。はい。 こんにちはの四人の、あの、今日は動画、お話を聞きたいと思います。じゃ、あ神尾さんもどうぞ <laughs> 自己紹介で <laughs>。すみません、飛び入りです。<laughs> 劇団タンポポの神保節子と言います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。<laughs> 今日はですね、神尾さん、あの、沖縄県では、動画、お話し大会というのが、もうずいぶん前から行われておりまして。これ、あの、<laughs> ちゃんと、こう、ピーレンでやるようになってからは、<laughs> 第三十六回目なんだそうです。そう <laughs> ですね。 そして、<ー>え<っ>これがですね<っ>意見発表大会が第36回あ、全部そうなんですね、第36回を迎えてますね、はい、そして読谷村 PTA 連合会が主催をして、はい、各小学校から低学年の部、はい、男子、女子、そして高学年の部、4年生以上の男子、女子、はい、そして、えー、あと中学校。 中学生も男女ですか。そうです。一人ずつ。あーっと、えっと、まず学校代あ村代表は男子と女子一人で、えー、そこからあの中上大会で五人、えー、女子五人で男子五人だと思います。あ、そうなんですね。すいはい、そう,ね、そういうふうになってます。はい。はいうん えー、そしてあのそのまあ中学校もあのそれぞれな行事があって、はい、各村大会などはもうそれぞれ日程は別々なんですけれども各小学校の体育館小中学校の体育館で行われて、はい、あの体育館のステージで皆さんお話するんですよ、はい、す,ごすごいですねはいしかも何分間でしたか愛香さんえっと一人五分で5分中学生は五分で、はい、じゃあ高学年はあえっと 4分以上から5分以内で,、うん、以内でちゃんとお話し,しないといけないんですね。はい、低学年もそうですか。お話はね、低、はい、学年の皆さんもねで、これはですね、例えばえっと小学生でしたら小学校における童話お話、そして中学校における意見発表の活動を通して表現力の育成に努めて。<laughs> <laughs> 上層教育と言語教育の発展に資するということでですね、はい。読谷村 PTA、読谷村のその代表が中上地区大会に出て、はい、そのもう中上地区大会はすでに終わっているんですけれども。えー、終わって、まあ、高学年女子の寺澤さんと、あと中学校の与那覇さんがね。えー、あの、今度県大会、十二月にまた控えてるんですよ。そうなんです、ね。はい、楽しみですね。 もうそれでね、私もこの、まあ、後輩たちが、そして、この、あの、読谷村大会に出場した。皆さんも、はい、本当に、あの、震災も困るぐらいに、この。 もう小学生なんかはですね<ー>もう本当にあの禁止されですね、えー、どなたをでも代表として送らないといけないのにということで,ですね、えー、その辺のところで審査の先生方も大変ね、はい、あのお母さんたちも困られたと思うんですけれどもで,、ね、でもぜひそういうあのまあ代表あの学校の代表になった子たちですのでお子さんたちですので、はいはい、ぜひこの「グーチョキパー」であの皆さんにもはい聞かせたいなと。代表の皆さんはこう あの各学校に集まってやるんですけれどもその関係者のみが聞きに来てなかなかあの授業の関係上はい全体で聞いてないんですねですのでまたラジオを通してねあの是非また聞いていただきたいなと思います。今日はインターネット放送もしてますすけど大丈夫ですか <laughs> YouTube にアップしてもいいの。<laughs> うん、なので、えっと、大と大とさんは去年まで幼稚園だったんです。あ、<ー>そうか。ね、古原南幼稚園だったんですよね。はい。そして一年生になって、もうお兄ちゃんお姉ちゃんたちを見ながらこう憧れながら、<laughs> あ僕も一年生になったら頑張るぞというふうにしてね。そうでるんですけど、皆さんどうですか。例えば伊吹さんとリトさんたちは低学年の分の時も出ましたか。 ああ <laughs> どうでしたリトさんは覚えてます覚えてません低学年の覚えてない <laughs> えイブキさんはえっと初めてです低学年の時にはで<ー>出ませんでした出な,出なくてねで愛香さんはあ全部あ,あの高学年の時が初めてであの小六の時に初めて出てですね低学年はあの童話を覚え で小学校の高学年の皆さんは自分の意見を発表して覚えると中学校も一緒ですか同じで意見発表という中学校になるともう少しメッセージ性が強くなってくるのかなそうですね自分の実体験とかを結構入れてみんなに発表するっていう感じです。そうですね ああそうかなので、すごい高度なんですよ。大人もでできないす作文もしながらね、そしてそれをまた覚えて、<ー>しかも時間内に説得力を持って、ね、ね<ー>お話ししないといけないのでね、です,ねああすごいなと。 各まあ5校読み単素があるので、ええええ、その5校の小学生でですと5校の代表で、はい、そうなんですよ。そ,すそれでえっ、ー、と2人ずつのね低学年<ー>高学年ですから24名か、はい、ねそうそれぐらいえっと各5 2 0 1名20名そして中学校がお二人お二人で24名、うん うん、まあ皆さんこうできるかどうかこ,うあのこれまでは、その村の代表になった方だけあのという形であの出てもらっていたんですけれどもでも、村のの代,のの代表ということじゃなくても学校の代表になった子たちもすごいね、あのことなのでぜひまた聞かせてほしいという声もありましてこのようにグーチョキパーで取り上げております。 どんなですかライトさんもどう少し落ち着いた <laughs> はい少し落ち着きました <laughs> マイクに向かってお話しするのと童話大会みたいにこの舞台の体育館のステージから立ってお話しするのとはどう <laughs> 体育館でやる方はちょっと 心が落ち着きます。そうなんだ。<laughs> そうかそうかみんなねなんかマイクというとねあのあ<ー>こう全部全部広われてる感じがして体育館では皆さんに向かってお話をするのでやりやすいのか<ー>リトさんはどう？僕もあの体感の方が落ち着く。落ち着くんだ。い <laughs> そうかイブさんもそうですか？ああえっと私はなんか座ってた方が、うん、安心感がありますね。あやかさんはあやかさんはもう慣れてるよね。あいや全然。<laughs> <laughs> 体育館の方でもすごいですね体育館は全校生徒いらっしゃるでしょそれでお母さんたちもいらっしゃるとするとその大勢の人たちに自分の意見を説得するちゃんと聞かせるってことができるってことはもう「あと怖いいもものなでですすよようそれ最高タンポポ劇団」にどうですか あのぜひ使うとししてて <laughs> <laughs> その度胸は素晴らしいですタンポ劇団ってね皆さんもあの学校でほら劇団いろいろ演劇とか見たり聞いたりしたでしょこれまでもねその時に、まあ、お父さんお母さんの世代は「ポポ劇団」しかね沖縄に来なかった時代があったのうん、うん、それでいろんなこのオカ、えー、狼と七匹の子ヤギみたいなこの劇とかね<ー>いろんな劇をこう見せてくれてお父さんやお母さん時代先生たちが子ども時代にいろんな夢をね 与えてくださった方々なんです <laughs> なのでね今日は本当にまたねプロの,そのお話ししたりこう演じたりすることをこうプロデュースしてる方も聞いてくださるのでもうみんな,なんか楽しいね <laughs> 夢が広がりますね。<laughs> ということで今日はね音楽はお届けあのなかなかできないんですけれども15分 CM 明けに、えー、小学校低学年の部のあの。 中ライトさんからね順にお話をしていただきたいなというふうに思いますのでどうぞ皆さんお聞きくださいね。それではしばらくここから CM になります。 FM タグパスジオから生放送でおお届けしててります子育て応援団の慶子先生です先ほどもお話しいたしましたが今日は、えー、第36回読みピーレン主催の、えー、童話お話大会そして意見発表大会の各学校の代表になったそしてまた各学校の代表からこの中上代表そして県大会に向けて頑張ってる皆さんがですね今日スタジオに4名来て おりますで、本日からこの意見お話童話お話大会意見発表大会スタートいたしますけれども各学校の代表になった皆さんの、えー、お話などをお伝えしておりますので皆さんどうぞ聞いてくださいねそれではえー、っとこの時間がお二人、えー、お話をしていただきますよ、えー、まず小学校低学年の部古元南小学校 1>, 1年生の、えー、中曽根ライトさん。今ちょっと準備しますからね、ドキドキしてますけれども、<laughs> どうも、ね、じゃそれでは、えー、お話ししていただきます。えー、おたまじゃくしの101ちゃん。お母ちゃん、お母さん、お腹が空いたよ。ママ。 朝からなんです今日はとってもいいお天気だからみんなで遠足に行きましょう,うわあうれしいなチロチロパッパッパチロパッパッパさあさあみんなならんで123497 98 99「100」あら「101ちゃんがいないわ」どうしたのかしらお母さんさっき「101」ちゃんが川の奥の方へ行ったよみんないいことここでじっと待っているんですよ。 お母さんは101ちゃんを探して川の奥の方へ行きました。101ちゃんどこにいるの？早く帰っておいで。お母さん、お母さん助けて。なんと大きなハサミを持った。ザリガニが101ちゃんを。 つかまえているではありませんか。え、へ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 。そうじたばたせんで、こっちへ来い。今夜のごちそうは、おたまじゃくしの、めだまえきが惜しいと思っていたんだ。まってください。うちのぼうやを、かえしてください。あ、おかあさんだ。 お母さん。え、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 え。俺はしめた。今夜は親子丼ぶりが食べられるぞ。やい。親子もろとも。こっちへ来い。百一ちゃん。早く逃げなさい。みんなのところへ行きなさい。百一ちゃんは。 必死に泳ぎました大変だお母ちゃんがザリガニに食べられちゃうよえー、お母さんがみんなでお母さんを助けに行こうそれ受けお母さんを助けに行こうわっしょいわっしょいスクラムだわっしょいわっしょい グラムだお母ちゃん助けに来たよそれを見たザリガニは大当てうわーお玉ジャキシの大軍だこれはたまらん逃げろお母さんしっかりして目を開けてお母さんこんなことになったのも 百一ちゃんが勝手に遊びに行ったからだぞ。百一ちゃんが悪いんだ。えん、ー、ごめんよもうしないよ。えん、ー、えん、ー、元気になってよ。えん、ー、えん、ー。するとみんなの鳴き声でお母さんの目がぱっちり開きました。 やったー！お母さんが生き返ったー。お母さんが元気になったー。まあまあ、みんな心配してくれたのね。ありがとう。ねえ、お母さん。もう僕勝手なことはしないよ。ごめんなさい。また悪いやつが来たら。 みんなでスクラム組んでやっつけちゃおうね。そうだそうだバンダイ。すごーい。いいとっても上手ですね。可愛い,いですね。小学校一年生なんですよ。はあ、すごいですね。 ねすごかったですね。えー、そして、本当はこのことについてまたゆっくりお話をしたいんですけど、えーえー、また時間の都合があって、はい、今度は高学年の部の、じゃあ女子の部の方から先にあの今男の子やったので女子の部をやりたいんですが、伊吹さんはどここちらの方に来ますか？どちらの方でこう立ってありますか？あ、じゃあえっ、ー、とライトさんちょっと場所を変わってもらっていいですか？そして、えー、そのまま、えー、5分。 それでは高学年お話、えー、大会高学年、えー、女子の部ですね、木納小学校6年生、寺澤いぶきさん、母の言葉に支えられてたとえアレルギーがあっても、ほかに楽しいことがいっぱいあるから、人生を楽しんでよ。母がある時 私に言言ってくれた言葉です食物アレルギーを多く持っている私は食べ物のことになると自分を責めたり一人で悩みを抱えてしまうことがありますそのたびに家族や友達周りの人々に支えられ励まされて今を楽しく生きています私にはこれまでに 食物アレルギーに関するつらく苦しい思い出がたくさんありますその中でも一番苦しんだ経験は学校の給食に入っていた赤魚を食べた時でしたあの事件は思い出したくない記憶ですそうあの出来事はある日突然起きたのですそれまでは 赤魚を食べてもアレルギー症状が起こることはありませんでした安心して食べていましたしかし赤魚を食べて1分後ぐらいに異変に気づきましたあれなんだかのどがかゆくなってきたなあ急いで薬を飲み保健室で休むものの症状は どんどんひどくなっていきました。私は不安でいっぱいになりました。ああ、私はもう助からないのかな。そう何回も思いました。ついにエピペンという注射を打ち、救急車で運ばれました。幸い、症状は収まり、その日の夕方には、 家に帰ってこれまし,たしかし次の日は学校を休みました体は元気でも気持ちが落ち込んでしまい学校に行くのがつらかったのですその出来事は私の一番の特徴である食物アレルギーのつらさを感じた時でした正直誰に怒っていいのか 何を責めたらいいのかさっぱりわかりませんでしたただひたすらどうして私だけみんなと違って食べたいと思うものが食べられないのなんで私だけこんな苦しい思いをしないといけないのと思い続けましたしかしそれは間違いでした母が 言ってくれた「たたとえアレルギーがあっても他に楽しいことがいっぱいあるから人生を楽しんでよ」という言葉を思い出して気づきました「たとえアレルギーがあっても食べ物以外には何不自由なく暮らせています」「友達と映画を見に行ったりお買い物をしたり家族で 旅行行にも行けますそれにこの世界には食べ物に困っている人や手や足が不自由な人もしかしたら私よりもはるかにアレルギーが多い人だっているかもしれませんそれに比べると私のアレルギーの悩みなんてほんの豆粒くらいです確かにアレルギーは 大変だし将来にも影響が出てきます自分のつきたい仕事にも可能不可能が出てくるかもしれませんしかしアレルギーは人生の一部で残りはすべて楽しいことや嬉しいことだと思うし何より私には支えてくれる家族や友達他にも 私のことを気遣ってくれる人たちがいます。だから私はこう思います。人生を精一杯楽しむぞ。まああ、もう本当にすごいですね。素晴,すね素晴らしいですね。もうあのー。 実は幼稚園の頃の伊吹さんも私は知っているので、もうその頃のことを思い出したらね、<ー>今ちょっとこう涙が出てきましたね。やっぱ心を枯れますね。そうですね。もうお父さんお母さんのね、もう支えもあって、あとお友達の支えもあってね、学校の先生方の支えもあったでしょうね。でもすごい偉いなと思います。それではここで CM です。 FM ヨミタングージョキパースタジオから生放送でお届けしております子育て応援団の恵子先生です本日はえ第36回読ミタンソン p t 連合会主催のえ童話お話大会そして意見発表大会の学校代表になった皆さんその学校代表で今度県大会を控えている皆さんもおりますが学校代表になった方々のえお話を今日4名 こちらの,のスタジオに、えー、来ておりますけれども先ほどは、一番最初に小学校の低学年の部中曽根ライトさんがおたまじゃくしの101ちゃんをお話ししてくれましたそして、えー、先ほど、えー、小学校高学年の部女子の部の喜納、えー、小学校6年生寺澤いぶきさんが母の言葉に支えられというお話をしてくださいました。続きまして今度は高学年男子の部 フルゲン小学校4年生宮里里斗さん勝ち負けより大切なものお話ししてもらいます悔しいまた最後だ3年生の時の運動会のリレーで僕がみんなへ抜かされ一番最後になったまったりとのせいで負けた言葉にはしないが友達にそんなことを言われているような気がした リトだって頑張っているのに、なんでいつも最後なんだ。二年生の運動会のかけっこの時もそうだった。一についてみんなよりスタートラインは半分以上前だ。よーい、パン。よし、一番だ。しかし後半次々と抜かされ、結果一番最後に。 一番最後だったもうかけっこなんてしたくない僕はかけっこが大嫌いになっていたただいまおかえりリレーで抜かされていたけどよく頑張ったねいつもはあ、帰ってきたら僕を見てくれるリトだって勝ちたいよ勝ちたいんだでもいつも抜かされる面白くないなんでリレーなんかあるんだ僕は運動会が終わって 厳しい気持ちを母にぶつけたなんでリトは足が遅いんだなんでリトは足が不自由なんだなんでなんだ不自由じゃなかったら1位になれるのにすると僕を優しく包み込むように母が言ったリトはリトでいいんだよ嫌なことがあっても楽しく思えればそれでいいんだよそう思えるようになればたとえ負けたとしても楽しくなるよ本当に 楽しくなな。るのかな僕はすぐにはそう思えいなかった4年生になった9月運動会へ向けて学年でリレーの練習が始まった僕の番でやっぱり抜かされてバトンを次の人に渡したどうせ負けるんだ面白くないしかし母の言葉を思い出し負けてもいいから楽しむことにしたバトンを受け取った友達に僕は大きなせを送ったリトの分まで頑張れ 結果やっぱり最後だったリレーで負けたけど僕はなんだか楽しく思えるようになっていた運動会当日僕たち4年生のリレーの出番が来たあ,あ走りたくないよ僕は逃げ出したい気持ちになった入場するとすぐに走るり置についた僕の順番は2走目だいちについてよーい 一生いあ、一斉にスタートしたあどんどん近づいてくる来ないでくれ僕は最後でバトンを受け取ったその瞬間大きな声ゃが聞こえた僕の力になったよし行くぞ今の僕は違う抜かされてもいい頑張るぞ一生懸命走ったしかしどんどんみんなとの差開いていく別に大丈夫僕の周りにはみんながいる僕は走り続けた そしてバトンを次の手に渡した頼む頑張ってその時点で最後だし,しかも半周近く話されていた1位になりたい心から願ったみんながバトンをつないでいくどんどん1位との差が縮まってきたそのまま突っ走れとうとう1位になった頑張れ1位でアンカーにバトンが当たった行け行けそのまま1位で。 でゴールしたよっしゃー僕は喜びのあまり飛び上がって両手を突き上げた嫌なことも楽しく思えればいい母の答えは心に響いた生まれて初めての一位だよっしゃー見上げた空がすごく輝いて見えた <laughs> 素晴らしいですね本当に もうね恵子先生、ちょっと涙で <laughs> し<て>そうそですね亀尾さんも本当にさっきから涙を拭いてねすごい小学校4年生でねこれだけの,あの感性というかねでも、伊吹、うんうん、さんもそうですけど本当にお母さんたちの力そしてお友達の力、うんね、またね先生たちの支えもあったんでしょうけれども周りの力って大きいね。 でもそれを受け止める子どもたちのこの感性ってか素直な思いがね、すごいですね。本当に伝わってきますね。なんて素敵な子だろうと思います。ね、本当にそう思いました。ね、どうでした、彩香さん、中学生として。いやもうね、純粋ななんかもう本当にみんな純粋だなと思って感動しました。<laughs> ね、またね、<laughs> 本当ね、中学生だからやっぱりね、お姉さんの気持ちでね、ねでね聞けるんですよね。本当の感性ですね。ね 本当,に本当に素晴らしかった、今まで小学校低学年の中曽根ライトさん、そして小学校低学高学年女子の寺澤伊吹さん、そして今、小学校高学年の古、ね、弦小学校の宮里里里梨斗さん、もう3名の小学生の皆さんにもじゃ拍手を送って、<laughs> そして、まあ、あとあの鳥は、今日の鳥は。<laughs> <laughs> 中学校少しねあのちょっと準備をしたりとかじゃあ席をあの、ね、こちらの方でがいいですかねねそうですねでえ、ね、<laughs> <で>っと,えと中学生のあのライトさんそれから伊吹さんリトさん <laughs> 中学生のお姉さんたちってね、どういうふうな意見を書くのかな。僕たち私たちも中学生になったらこんなふうにして主張ができるかなっていうことをね、また勉強してくださいね。はい、はい、<laughs> そしたらえっ、ー、と <laughs>、えー、柳橋さんおね準備してください。じゃあリサさんと席ちょっと変わってもらっていてい,いですか。ち <laughs> っと多い,いですけ自分で調整してくださいね。えー 7分ねまだ時間あるのでまだ余裕ですけど <laughs> そうですねそうやって自分でちょっと調整して、うん、はいみんなもどうね言ってなんか <laughs> 終わってホッとしましたかライトさん <laughs> はいそうですリブキさんもホッ <laughs> としましたか、はい、<laughs> リトさんも <laughs> でもねみんなすごいねでも本当にすごかったなと思います、うん、それでは中学生の部ですまあ時間がなくなったら申し訳ないのでね,でねやってもらいましょうね。えー それでは、中学校の部、読谷村 PTA 連合会意見発表会、えー、読谷中学校3年生、与那覇彩香さん、努力する才能。彩香は本当に努力したことあるの母と喧嘩しているときに言われた言葉です。イライラしていた私は、努力してるとつい反論してしまいました。 すると母に「綾香は自分なりに頑張っているつもりだろうけどお母さんから見たら全然行動が伴ってないよ」と言われ何も言い返せなくなりました私は小さい頃自分の言いたいことを言えずに黙ってしまうことがよくありました「みんなと遊びたい!」と思っても断られた時のことを考えたら怖くなって休み時間はずっと一人で 本を読むことししかでできませんでしたそのせいか私はおとなしい真面目という目で見られていましたテストで少しいい点を取ったらやっぱり真面目だからできるんだねという人が多くなりましたしかしそれは私にとってはプレッシャーになって自分が失敗するところを見せたくない真面目にならないといけないとずっと思い込んでいました だから授業中、分からないところがあっても、先生に質問できず、ずっと分かったふりをしていました。人にはいいところだけを見せて、苦手なことから目を背け、努力をしてこなかったのです。また私は発表することが恥ずかしくて、いつも避けていました。他の子たちは自信があるからできるんだ。私にあんなふうにできるはずがない。 心の中でいつもそんな言い訳をして自分の弱点を認めようとはしませんでした心のどこかで努力しても報われない報われないことはやらない無駄なことだと思っていたのかもしれませんそんなある日ふとある新聞記事の見出しに目が留まりました努力する才能に勝るものはなし喜び悼んで挑戦を 努力する才能何それ努力って才能なのと不思議に思いました辞書で調べてみると「努力は務め励むこと才能は物事を理解し実行するさま」と書かれていましたその時私は初めて才能とは生まれつきのものとそうでないものがあると気づきましたまた記事にはたくさん勉強し学び 努力することがどんな困難があっても道を開いてくれるだから無駄な努力は一つもないと書かれていました私はそれを見て衝撃を受けましたそして私も努力しようと決心しましたまずは自分から発表をしてみることにしました初めは不安でいっぱいでしたが発表を続けていくうちに達成感を味わうことができました すると人前に出ることにも自信がつきました努力することが私に変わるきっかけをくれたのです勉強面にも変化が出てきました以前はテスト間近になってから勉強をし始めたり何も考えずにノートを埋めるだけの勉強をしていたので結果が思うように出ませんでしたしかし結果を残している人は努力が実を結んでいることに気づき 私も頑張らなければと前向きに捉えるようになりました努力することは誰かに見せるものではなく自分の糧になることに気がついた今私は自分ができることを頑張ろうとしていますそして叶えたい夢のために何事にも挑戦してみようと心がけています自ら行動することが大事だと気づいたからですこれからも 目の前にある課題に一つ一つ真剣に取り組んで将来の夢へとつなげていきます。はい素晴らしいですね。さすが、ね、中学生ですね、はい。やっぱ小さい時からこの積み上げてきた、うん、ずっとそれを体験してきてここまで来るっていうのはすごいことですね。すね素晴らしい。あの今文部省が求めているものがこれなんですよ。ね だから今の子どもたちにそういった表現力とコミュニケーションとで自分の足で立って自分の意見を言えるような子どもをどう育てるかっていうのが今課題になっててそうなんです、ね、なんて素敵でしょう私ここ来て本当に感激でした <laughs> ありがとうございます,、ね、います今日ね大沖縄に、ね、おいでになったばかりなんですけどねね,ね本当にあ,うあの、うん、どうでしたかあの大ッさんお姉さんたちは中学生の お話を聞いてどうでしたか。うん、自分をこうなって大きくなったらこんなってなるのかなっつって <laughs>。お姉ちゃんのしみたりね <laughs> なるのかなとリトさんどうでしたか <laughs> と。とってもすごいと思いました。とってもすごいねリトさんたちもすごかったよ。うん、たたねイブキさんどうでしたか。うん、あ、な中学生と小学生の、うん、えっと自分のと、うん、あの彩香さん。 お姉さんの、<laughs> お姉さんの <laughs> なんドアを聞いてなやっぱ中学生中学三年生等な内容とか表現の仕方とかがもうもっと上というかだからまたまただ,だなと思って思います、うん、思います <laughs> だけどいやいやでもね参考になったんですよね。 うん、本当にあの文も本当にみそつなくてう、ね、素晴らしいですねかです声もね素敵でしたですけどね本当に皆さんにもう一度拍手そ,それではここでまた CM でーす。 fm 読みたんグーチョキパースタジオから生放送でお届けしております子育て応援団の恵子先生です今日はですねもうスタジオに第,第36回読みたん村 pt 連合会主催の童話お話大会そして意見発表大会の各学校の代表になった皆さんをの中から今日は4名あの こちらのスタジオに来ていただいておりますけれども本当にもうあの、えー、童話も素晴らしかったしそして意見発表も素晴らしかったし中学生の意見発表なんかはもう本当に説得力もあってなんかもう本当に涙涙でねあの聞いておりましたけれども小学校低学年の部は古典南小学校の中曽根ライトさんそして小学校の高学年の部は古典小学校の、えー リットさんが何リットさんごめんなさいね、えー、宮里リトさんそして、えー、木名小学校六年生の寺沢いぶきさんそして中学校が読谷中学校三年生の与那覇彩香さんという 5名の4名の皆さんを来てあのスタジオに来ていただいておりますが本当にあの激難タンポポの上尾さんも今日ゲストとしてね特別ゲストで <laughs> <laughs> あの<生>来てあのもらってますけれどもね本当にあのどうどうでしたかね上尾さんもすごかったですね <laughs> もう本当にみんな輝いてまして<ー>やっぱりねご両親も素晴らしいなと思いました子供たちが胸張って<ー>自分の言葉で意見を述べれるってことは。うん ななかなかでできませんもんもねね素晴らしいす本当にねもう,あのこう本当になんか生きる力とかねそうこれからのこの沖縄県語日本語。ね 背負っていく、そうです。そうねなんか、すごい明るいね、あの、ね、こう、未来が見えてくるようなね。やっぱり、そうですね、あの、言葉と心を大事にしていますでしょ、ね、だから、それがね、今一番、本当に。大事なところで、話し合うってこともそうですが、自分の意見が、あの、言えるっていう。ね、それっていうのは、すごい素晴らしいことですね。ねねで、あの、内容も素晴らしかったでしょ、えー、これ、そのまま。 なんかお芝居ができそううも劇団たんぽぽでこれを何か作りますかにねね本当ライトさん、今日お話ししてあのどうだったか、まあ、意見なりそれから大きくなったらとか来年はとか何かありましたらどうぞ。 また来年も頑張ります。そ,ね、<laughs> そして高学年になってもね、また息発表分も頑張ってくださいね。うん、はい。はい、すごいですね。来年とその握手。<laughs> そしてリトさんどうですか。えー、うん。僕は五年生になったら、うんはい、もうちょっとなんか大きい声でやって、うん <laughs> どどんどん勝ち続けて最後はゴールしたいですおおなるほどねいろんなことにね <laughs> そのかけっこもね克服したんだもんね友達との,その仲間のねチームワークもできたしねこれぐらい強い心を持ってたらどんなことにも立ち向かっていけるねすごいりた、はい、さんにさんに話そしていぐきさん 今後のことでもいいですよ。また将来のことでもいいですよ。と <laughs> 私は来年中学1年生になります。はい、で、と、私は将来宇宙に関する宇宙関係の仕事に就きたいと思ってて。はい、まあ、この童話の経験も活かして。はいはい 夢に向かって頑張っていきたいです。はい、あ、すごい素晴らしいですね。宇宙にね、本当にもう月までもあのバスに乗っていくような感覚で行ける時代になるんでしょうね。<laughs> このこの子たちの時にそしたら、えー、あと彩香さんも中学三年生あ、そっかいぶきさん六年生だから来年中学生。それ彩香さんは高校高校生ね、来年高校生ですね。はい、また今後のことなどはい。あ、はい、はい、えっとやっぱりみんなの意見も聞いて。 やなんかこのハキハキしてて元気がおもらえたんで次の大会も頑張ろうとね。将来はあやこさんはなんか考えてますね。あ将来はあの翻訳家とか通訳とかになりたいなって思ってます。すはい、まあこうこういった劇とかね <laughs> あの。<laughs> <laughs> ゲあの脚本を作ってまたねあのううね <laughs> 劇団タンポポにとかねあのここでちょっとメールが来ているのであの直接お話大会のメールではないんですけどちょっとご紹介しましょうね木名小学校のことかなこれ稽古先生こんにちは久しぶり春かママです急に秋らしくなりましたね来週娘の学校の今日今許可 PTA 学年行事で震災の体験を兼ねて学校に宿泊することになりましたいろんな体験をして少しずつ成長する子どもの姿に日々喜んでいます娘も宿泊がとても楽しみらしく毎日ワクワクです何か楽しくなる曲をお願いしますということですがちょっと曲をかける時間があ,のありましたら書きましょうねでは <laughs> 学年行事が終わったらまた報告しますねって今日ですかいぶきさんたち、はいはい、あ6年生のね、はい 学年行事です。お泊り会があるんですね、はい。今日これから行きますあ。これから行くんですね。すあのはいメールいただきました。ありがとうございました。多分、今日はね。保育祭りやらなんやら、いろんな行事もあったりするので、うん、直接メールが来ていることものは少ないんですけれども、あのまたこれを聞いて来週などね。ねメールいただけると思います。えー、神尾さん、またあの何か？ 沖縄の子どもたち読谷の子どもたちにメッセージがございましたらそうですねあ,のあんまり宣伝的なことは言わないようにしますけれども、えーえー、あの今日本当にこの、ね、お話し会があるっていうのを今日あの恵子先生にお伺いした時にあ一度、ね、伺ってみたい聞いてみたいなと思っていた時に今日声をかけていただいて本当に素晴らしいです本当に感動しました。 でこのお話会を私はあのジャーナルというあのちょっと演劇関係の本があるんですがそこのところにあの今どうやったら子どもたちのコミュニケーション話すということがあのスムーズにいくんだろうといったところのもあの書かなきゃいけなかったんですねそれで,で私は桂子先生に伺った童話を語る会の話を書きましたそしてそこのところに今求めているものはこの読谷村のここにありますって書いて結びました。 でも本当にそれ間違いない素晴らしいと思いました。ぜひぜひこれは続けていただきたいですね。いやこれみんなに聞かせたいですね,ね全国ね本当にですね。えー、本当にインターネットであの、はいえー、ご紹介はしているのでマリアライブで、えー、あと、えー、そうですね YouTube にアップしようか。そうです、ね。<laughs> 皆さんた大会があるのでその大会終わった頃がいいかなと次のね、えー、あの皆さんのまた大会もあるんですよ。 えっと県大会がいつでしたっけ。えっと十二月9日金曜日にあります。はい。どこでやるんですか。えっと那覇市の金城金城中学校。の方で。あります。行けたらいいな、私。来てますよ。<laughs> あ、その、その頃いらっしゃいますか、えー。来てます。あ、そうですか。伊、うん、吹さんたちも同じ日でした。あ、同じ日で、えっと、うん、会場が。と石嶺小学校。でやります。 那覇の方でね<ー>また沖縄県大会でそして、リトさん、ライトさんはまた来年沖縄県大会に、ね、出られるようにねまた頑張ってくださいね、本当に中上大会も前回終わって、はいはい、中上地区の代表で,で、ね、今度は県大会に、ね、出ることになっています、き、ねえー、今日は中曽根ライトさん、そして、えー、宮里里里さん、そして、えー、寺澤いぶきさん。 そして与那葉彩香さんそして上保さん本当にありがとうございましたえーっとグーチョキパー3時からお付き合いいただきましたけれども、えー、今日はこれでお別れしたいと思います伸びたい伸びたい学びたい学びたい子どもたちはたくさんのサインを送っていますそんな子どもたちのサインをキャッチできるようなそんな大人に私たちもなりたいものです皆さん本当にありがとうございました,うましたさよならじゃあ,あのカメラに向かって <laughs> さよなら さよなら。お父さんお母さんもありがとうございました。引率ありがとうございましたいい。さよならって言って、はいよ。<laughs> さよなら。